まあ、不要不急の外出自粛といえばですね、新型コロナウイルス対策で、まあ、ここ3年ぐらい散々聞いたフレーズだと思いますけど、このフレーズ、新型コロナウイルスの競争局が終わればですね、皆さん終わると思ってたんじゃないでしょうか。なんとこのフレーズですね、定番化しておりまして、日本列島記録的な寒波が覆うということで、何十年に一回のもう寒波なんで、不要不急の外出を避けてくださいというですね、自粛要請がですねマスコミからかかってしまいましたということで、これはおそらく毎回毎回定番化されるんじゃないかなというふうに思っております。当然ですね、なんか雪に埋もれてですね、車の中で凍えて凍死する人ももしかしたら出てくるかもしれませんが、そんなことはですね、北海道ではですね、日常茶飯事でございます。年に1人以上は凍死する人いますし、さらに言うと雪下ろしをしていて、あの屋根から落っこって亡くなられる方もいらっしゃいますし、それぐらい強烈なことが北海道ではこれ日常茶飯事でございます。札幌とかだとですね、ほんと毎日のように雪降るんで、雪かきも大変でございますよ。これ不要不急の外出をやめなさいっつった、このレベルでやめなさいっつった、北海道毎日コロナの初期みたいな外出自粛令になっちゃいますよ。どうですかこれ、まともに考えてください。真面目な日本人は、これはテレビがね、毎日不要不急の外出は自粛してくださいって言ったらですね、例えば夜ご飯を食べに行こう、外食の予定が入ってた人たち、キャンセルしなきゃいけないんじゃないかなとかって思って、そういうふうに思ってみんな自粛しますよね。そうした結果として、飲食店売上またコロナの時と一緒で激減いたします。これ真面目に減ります。大変ですよ。いやいや、もうそんなね、金儲けのことより命の方が大事だなんてね、またあのコロナの初期みたいな感じでみんな言うんだけどさ、でももう補助金も入ってこないからね、コロナと違って。まともに考えましょう、ちゃんとね。だから僕はこの不要不急の外出自粛っていうフレーズはマジで廃止してほしいです。マスク義務化、マスクと一緒にですね、廃止しろ。